AMX ベシーは1950年代にフランスの石井レムリの交渉が AMX-13 軽戦車のシャーシを流用して開発した走行兵員輸送車、不評戦闘車である。AMX-13 と同様に多数の国に輸出され、また多数の派生型が開発された。本国フランスでは1970年代から 後継車種の AMX-10P 不評、先頭車に更新され現在は退役しているが、輸出先の国や地域では派生系を含めその後も長く運用されている。AMX ベジーの最初の試作車両は1955年に製作された。開発された当時、この車両は AMX-13PT-12CH。 MLE56 と呼ばれており、1957年になって AMXVTP と改称された。1960年代には AMXVTT と呼ばれるようになり、その後、兵員輸送車以外の核派生型も含めた総称として AMXSBC と呼称されるようになった。量産は1957年から開始されており、1973年までに、 総計3300から3400両が生産された。開発のベースとなった AMX-13 は、車体前方にエンジンを搭載し、車体後方に砲塔を有するが、こういった構造は自走砲や、兵員輸送車への転用には、都合の良いもので、AMX ベシーの車体構造についても、車体下部及び前方エンジン部は、AMX-13 のデザインと、 ほぼ同型である。後部には密閉式の固定兵員室が設けられ、クルー以外に武装した兵士10名が搭乗可能で、車体後部のドアから乗降することができた。戦闘室上部にはキューポラが設けられ、この部分には軽機関銃あるいは重機関銃を搭載可能で、派生型では対戦車ミサイルを搭載したものもある。 また、兵員室側面及び後部ドアには、銃眼が設けられており、乗車戦闘も可能になっていた。レバノン政府軍は1971年から72年にかけて60両の AMX ベシーを導入し、1983年にはさらに30両を追加導入した。これらの車両は1984年2月に山岳戦争終結時に、アマルや、 南レバノン軍によって露覚され、これらの組織によっても運用された。アマルの使用した車両は1990年に政府軍に返還されたが、SLA はこの車両を2000年に組織が崩壊するまで運用を続けた。また、1990年のレバノン政府軍とレバノン軍団との戦闘では、米国製、 M40106mm 無反動砲を装備した AMX ベシーが政府軍部隊によって運用された。AMX ベシーの運用国。ありがとうございます。